1月3日金曜日、時刻は夕方4時になりました。 FM 読みたんをお聞きの皆さん、あけましておめでとうございます。さあ、午後2時からお送りしております日本列島電話中継ということで、この4時台もいろんな全国各地に電話をつないで皆様に、いろんな情報をお届けしていこうと思っております。ここからのお時間は私、比嘉雅也と、そして金城玲子でお届けいたします。はい、玲子さんと絡みます、はい、絡みます。よろしくお願いいたしますよろしくお願いします。どうでした玲子さん、先ほどから私、はい、玲子さんたちのやり取りを聞いてたら、はい、いろんな全国からの電話を皆さんからいただいて、本当、どんなですかねえ。なんかみんないろんなお正月を迎えているんだなっていうのと、うん、各地地域によって気温が違うんだなって。あ、やっぱそうだよね。うん、確かに寒そうでも暖房今日はつけてないとか言ってましたね。13度ぐらいで。え、 13? あ、うん、そっか、13、うん、あ、13だったら寒いですよ。寒いですよね普通。玲子さんも出身は九州じゃないですか、うん、そうです、はい、九州出身で沖縄に来て、うん、どれぐらいですか、うん、14年。14年いたらだいぶ変わりますか、はい、もうすごい、もう年々寒く感じますね。あ、やっぱ変わってくるんだな。そう、人間の体というのは不思議ですね。 それにね、合わせてくるって言いますよね、うん、そうかそうか、うん、そういう玲子さんでも寒いと感じる沖縄、はい、ただ日本全国広いです。そうです、その広い、日本列島を電話で結んで皆さんにお届けしているということで、うん、はい、今日だって特別新春特番、おせちに飽きたら FM みたんお送りしておりますけども、はい、この1時間は私、雅也と玲子さんでお届けしますので、よろしくお願いいたします。予定としては、うん、この後岡山の方に電話をつないで、はいはい、ある方からお声を届けようとは思ってるんですけども、はい、また電話がつながってから、はい、皆様にはお知らせしていこうと思っておりますよ、はい、よろしくお願いします、はい、さあここでレクさん、はい、ちょっとオープニングの曲をかけていこうと思ってますので、はい、よろしいでしょうか、はい、ちょっとね、正月でいろんな、まあ、正月の BGM 皆さん聞いてると思いますけども、うん、ここはやっぱり沖縄ということで、うん、民謡をちょっとおかけしたいので、この曲いかがでしょうか。はい、里山よ
死ぬろのちおしで係は話すしがり我無しやなち無助によわんひちゅういあらなみの中にしててよこいらんさあ、おせちに飽きたら FM 読みたんということで、本日午後2時から日本列島電話中継をお届けしておりますけれども、ただいまも電話がつながっているそうなので、玲子さん、はい、早速読んでみたいと思いますけれども、はい、なんと岡山の方に電話がつながっているそうですよ、はい、早速読んでみたいと思います。もしもし。はい、もしもし。はい玉木貞子さん。はい、聞こえます。明けましておめでとうございます。はい、お久しぶりです。日賀雅也でございます。貞子です。はい、で、玲子さんも。はい、金城玲子です。玉木貞子さん、こんにちは。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、もしもし、はい、聞こえますか。あ、聞こえますよ、玲子さん。あ、玲子さんから貞子さん。ちょっと遠いような気がするんですけど。遠いですか。あの、昨年はいろいろたくさん、あの、お世話になりました。いえ、こちらこそ本当に、ね、貞子さんにはね、はい。貞子さんにはお世話になりまして、特別に、感謝いたします。いえ、こちらこそ、はい。よろしくお願いいたします、はい。はい、こちらこそよろしくお願いします。貞子さんは今、はい、先日新聞でね、はい、拝見したんですけども、うん、まずは読谷村が日本全国で一番の、そうです。になりましたよね、はい。読谷村ね。はい、それとまたFM 読谷が5周年ということもありまして、そうです、はい、おめでたいことがいっぱいあったということを新聞で拝見しました。あ、もうありがとうございます。私も喜んでおりますよ。ありがとうございます。貞子さん、はい、今どちら、あ、聞こえますか。はい、聞こえますよ、はい、今どちらで。遠いですね、はい、声がね。遠いですか。今どちらですか、はい、今どちらで。今ね、岡山県は倉敷市です。倉敷、はい、倉敷、そちらの天気はどうですか。うん、とても今日は晴れてますよ。とっても昨日も今日もね、天気が良くって。沖縄どう。沖縄今雨が落ちてますね。あら、まあまあ、はい、うん、ここはね、でも山津中が雪降ってもこの倉敷はなかなか雪降らないの。うん、寒いんだけどね、はあ、まり雪は降らなくって、はい、私のお家は美観地区って言って、はい、岡山でも倉敷市の一番 の観光地なんですよ。へー、はいはい、沖縄で言うと首里城みたいなね、はあ、ところで観光の客がいっぱい来るところなんですが。なるほど、はい、そこお家が近いんですけどね、うん、はい、さすが昨日はすごい人でね、その美観地区もいっぱいしてましたけど、沖縄どうです。沖縄も観光の人もいっぱいいるって聞いたんだけども。そうなんです、うん、大晦日に世界遺産の、はい、うん、ザキビ城、はい、あと、裏公園でですね、カウントダウンライブというのをして、はい、もう地元の方から、県外の方から、はい、いろいろこのカウントダウン日本一を祝うという方々が一堂に集結して、はいはいはい、ね、なんか新聞も載ってましたね、はい、もうそういう風にして訪れる方も非常に多くて、正月からも盛り上がってますよ、賑わってますよ、読谷村。そうですか、はい、わー、いいですね。私の大事な読谷村ですので、ありがとうございます、日本一になったということもありますので、はい、またこれからも皆さんでね、うん、もっともっと読谷を宣伝していて、私もここで一生懸命また今年も頑張って読谷座を応援して、宣伝しますから。ありがとうございます。お願いします、はい、貞子さんはちなみに沖縄に来る予定というのは今年は、うん、
いっぱいありますよ。いっぱいあります。近いところだ。あるかならのいっぱいあるよ。あ、そうなんですか。去年はね、ちょっと体調が良くなくって、はい、いろんなものをキャンセルしたりもしたんですけど、今年はね、うん、いろいろあって、でも、沖縄の前にこの、倉敷岡山でね、はい、いろんな公園がもう入ってるんです。あ、なるほど。特に学校ね、小学校とか中学校での沖縄を語る、うん、はいはい、沖縄の文化を語りながら、うん、歌三線を披露しながら、うん、沖縄を歌い継いで語り継いでいく学校への講演がいっぱい入ってるんです。へえ、これはこの岡山の方にということなんですよね。そうです、そうです。岡山の小学校とか先生方はじめ、その小学校 の授業の一環として講演するんです。ほうほうほう、お話と、はい、それから島歌交えてね、するんで、だからそれも一生懸命伝えてますよ、沖縄のこと。ありがとうございます、はい、もう遠く離れてても、うん、沖縄の、このちむぐくろ、それはそうよ、私うちなんちゅだもの。そうですよね、うん、ありがとうございます、はい、この人間性、もっと年取ったら、うん、もっと年取ったら帰るよ沖縄に。はい、ありがとうございます。沖縄行こうと思ってますよ。はい、ありがとうございます。レイコさんから何か、サダコさんに。はい、はい、うん、もう、サダコさんのファンが、とっても FM 読みたん多いので、サダコさん、ぜひ、はい、またですね。ありがとうございます。はい、今日きっとまたね、小江花積さんも喜んでらっしゃると思いますよ。あ、ですね。はい。患者の皆さんに明けましておめでとうございますよ。はい。たくさんのおじいちゃん、おばあちゃん、おばさん、おじさんたちに世話になってますのでね。はい。電波を通じてよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後に貞子さん、貞子さん、はいはい、はい、最後にですね、このラジオを聞いてる、はい、全ての皆様に貞子さんから一言お願いしたいんですけども、はいはい、沖縄県民の皆さん、そして読谷村の皆様、明けましておめでとうございます。今私は倉敷市、岡山県は倉敷市から電話しております。天気もいいのですが、今年もまた皆様の健康と、それから村のまた繁栄を精一杯ここで応援しながら願っておりますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。また時々沖縄にも行って、いろんなお話やら読谷村の FM 倉敷、倉敷じゃない、読谷村出させていただきますので、その時にまたお目にかかりたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。佐々木さん、また FM の方にも遊びにいらしてくださいね。はい、どうぞ頑張ってください。はい、今年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。失礼します。はい、はい、失礼いたしました。いやー、はい、岡山から元気な、元気ですね、玉木貞子さんのお声を聞いたわけなんですけども、はい、あれだったんですね、岡山倉敷市、はい、美観地区に住んでるっていうお話されてたんですけど、うん、そうですね、そうですね、沖縄でいう首里城みたいな、その周辺的な場所に住んでるということで、ね、で沖縄のまたこの PR を貞子さんがしてくれてるっていう、うんうん、ありがたいですね。ありがたいですね。はい。これを聞いて沖縄に訪れる方がまた多くなることを願っておりますけども。はい。はい、さあ、後ろで流れてるのは、そんな玉木貞子さんの、晴れの国岡山でございます。このまま CM に行きたいと思います。一度はおいでんせ
父やん。レコさん。はい。いい正月デビル。いい正月デビル。ちょっと上手だった？いい正月ですね。あ、そう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 。そんな、なんとなく。いい正月デビルって。うん。なんとなく分かってきた。どんなですか？もう13年、14年いたら、沖縄のことって、放電って。ああ、読谷の皆さんに関わるようになって、だいぶ教えてもらうようになったんですけど。そうなんだ。ちょっと固まることが多かったんですけど。そうなんだ。さっきあゆみちゃんが、東京の話をしていて、東京、はい、東京、なんか、雪が、バーバー降ってたとか。雪がバーバー降ってた。バーバーってどうなんだろう。沖縄の言葉なのか、それともあやみちゃんの言葉なのかなって。え、バーバーって言うんですか？さっきバーバーって言ってたんですよ、あやみちゃん。あやみが？あやみが。あやみは特別ですよ。特別？やっぱり？彼女は糸満出身でありながら、DJ を、新しい言葉を発信する平成生まれの子なので、彼女はね、聞いてください聞いてくださいデイジー、デイジーも多かったですよ。デイジー鬼って、ね、最近デイジーも分かるようになってきましたね。デイジーってちなみに、何個あるんですか？すごい。とっても。とっても、うん、とっても。まあ、ちょ、うん、いろんな、この場所で使える言葉なので、うん。ということで、はい、レコさん。はい。ね、うん、次、電話をつなぐ場所がですね、はい、愛知県。あ愛知。愛知。うん。うん。ミャーの愛知。はい、ああ、そっか。なので、うん、ちょっと愛知にちなんだ曲を、はい。一曲かけたいんですけど、はい。なかなかないんすよね。そう。愛知県っていうのは。そうですね。あんまり知らないですね。なので、やっぱもう愛知といえば、うん。中日ドラゴンズ名古屋。うん。と、うん、いうことで、うん。これ、まあ今年の2月に、うん、もう来月ですよ。はい、そうですね。に、中日ドラゴンズの、また応援番組をするんですけども、はい、ちょっと一足早く、はい。ね、この曲いかがですか、うん、はい。これ、いきましょうね。はい。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。燃えよドラゴンズ。叫びを耳にして名古屋ドームに詰めかけた僕らをじんとしびれさすいいぞ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズ一番荒木が塁に出て二番井端がヒットエンドラン三番立浪タイムリー4番福留ホームランいいぞ頑張れドラゴンズ燃えよドラゴンズ5番決めるぞアレックス6番森野が井上だ7番渡辺秀則だ8番谷繁勝ちを取れいいぞ頑張れドラゴンズ レコさん、はい、燃えよドラゴンズ、うんね、今年は日本一を狙ってほしいなと思います、うんはい、そうですね、来月楽しみですね。そう、はい、中日、特別番組応援番組も FM ターンでやりますので、はい、楽しみにしていてください、はい、ザーザーってさてこの曲をかけたということは、はい愛知県の、うんある方に電話をつないでるということなので、はい流れ的にはね、うん、この流れだったら中日ドラゴンズの誰かなっていうふうにみんなね、うんうん、期待すると思いますけども、中日ドラゴンズの選手よりももっとビッグな方に電話をつないでますので、はいはい、ぜひ皆様ね、はい、楽しみにしていてください。早速呼んでみましょう。はい、もしもーし。あもしもし。はい。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。はい。自己紹介お願いします。あはい、名古屋の残念ながら、ドラゴンズでありますので。中京大学の、はい教員をしてます加藤です。はい、中京大学の加藤教授に電話をつないでおります。はい、加藤教授、お久しぶりですね。うん、あそうですね。お元気ですか。夏にね、ちょっとお邪魔したんですけれども、はい、もう半年経ってしまいました。どうですか、はい、そちらのお正月は。もしちょっと遠いですけど。あ、遠いです。どうですか、はい、そちらのお正月は。
そうですね、今年はやっぱりあの天気が穏やかで、今日は全然風もないんですよね、だからのんびりしてます。そうなんだ、全国各地から電話をつないでるんですけど、はい、皆さんあれですね、すべて天気がいいということで電話をつないでるんですけど、で元旦はそうでもなかったけど今日は風がなくていいですね。沖縄雨なんですよ、沖縄ね、沖縄はどうしてもあの年末年始結構天気悪いですよね。今日の午前中までは晴れ間が広がってて、いやもう午後から急に雨が降り出して、あ、はい、そういう天気なんですけども、加藤教授のお正月というのはどういうふうに過ごされたんですか？そうです、僕、出身が名古屋ではないんでね、親戚がないんで、はい、あ、まあ、もう家族でのんびり、ではじゃあ今、ね、どちらから電話ですか？あのもちろん名古屋の自宅ですよ。なるほどなるほど、はい、もうだからあとはスノーボード行ったりとか、あ、いいですね、家族で。そうですね、家族でさん のんびりとですね。いいですね、皆さん、加藤教授、中京大学といえばですね、はい、FM 読谷が、はい、開局して、うん、読谷祭りで、はい、この加藤教授の生徒さんたちを、はい、引き連れてですね、FM 読谷を聞いてる方々の聴取率というのを、はい、取ったわけなんですけども、うん、ね、確かね、2010年だったと思いますけども。2010年ですね。はい。はい。加藤教授覚えてますか？そうですね。あの時ね、元気な子たちが8人ぐらい。そう。なんかすごい天気の悪い、なんかものすごいぬかるみの中での調査だったみたいですね。雨に見舞われた中で、その、はい、生徒たちが非常に頑張って聴取率を、調べていただいたわけなんですけども、はい、改めて聴取率、はい、玲子さんの方からどれぐらいあったのかというのを紹介してもらっていいですか？はい、これはですね、2010年の11月の6日7日に、中京大学加藤ゼミの皆さんによって、聴取率が、分かったんですけれども、なんと 68.5% ということで。68.5 ですよ、はい。すごいですよね。ね、68.5。 あれからまた月日が経ってるということは、まさやさんやっぱり上がってます ね。加藤先生、すごいですよね、はい、これを調べていただけたっていうのはとても貴重な、ね、それね、なんか、あの学生がすごい役に立ってよかったなと思ってるんですけど、でもこれ、あの、すごい、僕がこの間行った時も言ったんですけど、すごい率ですね、すごい率ですよね、これ、はい、加藤教授、私営業もしてるんですけども、はい、はい、とってとても役立ってます。ああ、そうですか。コミュニティの中でのこの 68% ということで、これなかなかない数字なので。そうですね、そうですね、多分ね、全国のコミュニティでもまずちょっとないかもしれないですね。そうですよね。で、この聴取率を、まあ、生徒たちに調べてもらった時というのは、まだ電波を移設してない時なんですよ。ない前ですね。そうです。前です。ということなので、はい、電波を移設した後は、かなりの、また聴取率が上がってるということだと思いますので、すごいですよね、その時はまた、加藤教授に、お願いしたいので、よろしくお願いします。ね、また学生を引き連れて、ちょっとやってみたいなと思います。よろしくお願いします。もう頼りにしてます。はい、よろしくお願いします。加藤教授も、まあ、いろいろと、学校の方も忙しくされると思いますけども、はい、今年1年どういう年にしていこうと思っておりますか？そうですね、今年はまた、私は、まあ、ラジオ、学校でもラジオやってたりとかですね、はいはい、それから、よさこいもやってるんですよ。へぇ、沖縄はほら、エイサーが盛んだけど、はい、内地の方は意外とよさこい祭りが盛んで、はい、そうですね、で僕もよさこいのチームを顧問してるんですけど。へえ、すごい、はい、それをまあ今年も頑張ってできるだけその大きい大会で賞を取りたいなって感じはしてますね。大会があるんですか？はい、そうですね、日本で3つ大きい、四国と札幌と名古屋が大きいお祭りがあるんです。はい、それで大体そうですね、200チーム出るから、まあ、観客が200万人ぐらいなんですけど、すげえ、すごいんですけどね。これをじゃあ、加藤教授が指導してるっていう感じになるんですか？そうですね、まあ、僕は踊らないんだけど、PA の車を作って、自家他車っていう、はいはいはい、なんか、トラックにスピーカーを積んで、発電機積んで、沖縄でもあります。作って運転してるんですよ。へぇ、
はい、多分自家車運転してる教授は全国で僕だけだろうと思うんですけど。すごいですね。お祭りが好きなんで。はあ、そういう、まあ、日本全国のいろんな伝統を、ね、加藤教授は学んでて、はい、それをまた教えて広げていくっていう、そうですね、元気な子を育てたいなって感じですね。なるほどね。オールマイティの教授だからこそ学べるオールマイティさん、幅の広さかもしれませんね。はい、ありがとうございます。今年はあとはオリンピックありますからね、はい、そうですね。トキオ、はい、あ、トキオじゃないか、トキオは2000、うちの大学から 5人出ます。あ、そうなんだ。中京大学から、はい、有名な浅田真央さん、はあ、はあ、はあ、はい、今4年生ですね。それ村上佳菜子さんが1年生。へえ、そうなんだ。はい、それからもう一人、フィギュアのペアの子で木原くんっていうのがいます。へえ、はい、それからカーリングの小野寺さんもうちの学生ですね。中京の、はあ、すごい方、はい、あと、まあ、ショートトラック出るから5人なんですけどね。すげえ、文武両道の大学なんですね、もう。まさに。そうです、スポーツは盛んなんでね、ちょっと今年は楽しみでなんですけどね、小塚くんが出れないのが残念だった。なるほど。はい。もういろんな場所で活躍されてる。はい。中京大学。その中にね、教授とされて活躍されてる加藤教授ということで、皆さん今年もよろしくお願いいたします。はい、ということで、中京大学の加藤教授でした。加藤教授、ありがとうございました。ありがとうございました。はい。今年もよろしくお願いします。はい。はい。頑張ってください。はい。ありがとうございます。失礼します。はい。さあ、日本列島電話中継を、お届けしておりますけれども、今電話をつないだのは愛知県の中京大学加藤教授でございました。さあ、一旦 CM を挟んで、またいろんな場所から電話をつなぎますよ。心の隙間に優しい雨が降ってますか。明けましておめでとうございます。さあ、本日2時からお送りしております日本列島電話中継でございますけれどもね、4時台岡山県、倉敷市
在住玉木貞子さんに電話をつなぎました。そして6時20分頃、愛知県中京大学の加藤教授に電話をつなぎました。そして CM 宛て、ただいま4時32分になっておりますけれどもね、電話中継は一旦終わり、まあ繋いだらまたそこで始めますけれども、ここからはこの雨のソングで皆様にお付き合いしてもらいますけれども、私と一緒に番組を進めてもらうのは先ほど玲子さんだったわけなんですけれども、玲子さんとはまた違って新しい人が入っております。こんにちは。はい、こんにちは。お名前は。はい、FM 読谷スタッフの平田美希です。平田美希です。はい、ミキトニーです。読谷の、はい、読谷のミキトニーです。はえよろしくお願いします。よろしくお願いします。ミキ、はい、どんなね、ラジオで喋って。ラジオで喋って、ちょっとまだまだちょっと緊張してるんですけども。緊張してる？はい、してますね。してる？はい。ドキドキ感があんまり伝わってこないんだけど。あなた、大丈夫ですか？ドキドキしてますよ。してるか？はい。まさかこのドキドキは俺が隣にいるからか？かも、かも。おっしゃ！よし！かもね。よっしゃ、よっしゃ。ということで、ね。で、もう一人、もういいね、このスタジオに入ってるけど寝ている人がいます。寝ている人に声を聞いてみたいと思います。こんにちは。こんにちは。あ、中国からですね、お越しのお名前は。あ、マサヤさん。はいはい。こちらソウル市内はマイナス2度で非常に寒いです。というわけで電波からは以上でした。ありがとうございます。どうも。はい。ね、アニョハセヨから始まりソウルからね、中継をつないだ。お名前は。地蔵でございます。毎度。はい。皆さん明けましておめでとうございます。なんか。言えてない。さあ、ここからは読谷村、あ、比嘉仁さんなんですけども、はい、まあ、はい、観光協会として今日は紹介しましょうね。はい。はい、読谷村。なんかこれいじめか？なんで？ん？何？なんでか？はい、OK です。はい。近いから、もう振り切ってたからされたわけ。あ、そうなの、ちょうどいいぐらい。うるさいってか。うん。今ちょうどいいぐらい。おさえめで喋ります。はい。よろしくお願い、観光協会の比嘉仁さんこと地蔵でございます。逆だな。地蔵こと東田でございます。なるほど、はい、よろしくお願いします。まあ、確かにね、地蔵がファーストネームみたいになってますけども。ミキは、ね、地蔵さんは絡んだことある？地蔵さんは、はい、何回か観光協会に、あ、そっかそっか、はい、資料とかもらいに行ったので。初対面ではございませんよ。はい、なるほど、何回か会ってます、はい、そっか、ラジオ絡みは初ですけど、はい、そうですね、当てましておめでとうございます。ありがとうございます。地蔵さん、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。地蔵さん、観光協会といえば、はい、まあ、我々 FM タンも、そして読谷村も、はい、大いに盛り上がった、盛り上がりました。カウントダウンコンサートあったわけなんですよ。そうでございます。去った2日ぐらい前、去った2日前去った2日前あったわけなんですけど、ザキミ城市の裏の公園で。そうです、そうです。年の夜でございます。はい、かなりの客が来たわけで、延べ4000人。すごいね。4000人、延べ4000人。読谷村観光協会調べ、すごい。これでございます。はい、あれでしょ、あくまで役だよね。役、役です。これのもしかしたらもっと上を行ってる可能性もある。可能性もありますし、もっと下の可能性もあるし、まあ、どっちもどっちみたいな。いや、とりあえず、ないんじゃない。とりあえず集まった人が集まった、集まった人が集まったで、当てめるやん。もうね、もうね、寒さが熱気で温まった。そう、そうなんだよね。そうなんですね。この前日さ、うん、自分たちもあの中継準備行ったら寒くてよ。うん、ただもう当日暑い暑い。やっぱりね、あれだけ人が集まると熱気でね、うん、あの温度も上がったせいか、出店はホットの食べ物、飲み物しか用意してなかったのに、うんうん、後半生ビールないかと、あービールないかと。そうだね、そういう人たちが増えました、ね、増えました、増えました。確かに、はい、いろんなアーティストも出演して。そうですね、タオファクトリーから始まり、うん、カナサ、うん、で、ワンが一番表彰状、はい、あ、表じゃないですか。表彰式ね。表彰式、うん、ああ、表彰式。表彰ってこれだけ。表彰ってこれだけ。あれさ、改めて見たんだけど、商品。はい。マグロだったり、テレビだったり、あと、ヤチムンの皿？大皿。大皿、ね。はい。すごいね。はい。ヤチムンのね、ヨムタン山薬、北釜の、松田恭司さんの作品でございます。すごいよね、はいはい。この商品のために焼いた。そうです、そうですよ。もちろんです。もちろんです。お店行ってこれって買ったわけじゃないですよ。すごいよ、あれは。このために焼いていただいたものです。ミキ見た？あれ、商品。ちょっと映像でしか見てないので、ちょっとはっきりは見えてないんですけど。ミキはスタジオ勤務だったからね。あのね、はい、そうですね、会場に商品として運ぶのもそうなんだけど、うん、
もう持っていくのにめちゃくちゃ気使った。そうですよね、あんな作品、そうかそうか、そのために作られてる作品だから、うん、取り扱いはもう大変だったよ、ね、ちなみにさ、受賞した中での最年長って覚えてる？ですね、うん、最年少がですね、うん、小学校6年生、はい、あ、6年生？12歳、11歳へですね。ちなみに何の漫画が一番だったんですか？小学生の女の子なんですけど、うんうん、牛主、牛闘牛を育てております。は、小6で？はい、え？はい、マジで？はい、避難中ですよ。すごい、わかった。糸数桜さんって言います。桜、はい、桜、はい、あ、そうなの、はい、彼女は自分の牛を持ってます。マジっすか、はい、岩獣王という牛がいまして、この岩獣王っていう字もね、岩獣の岩は頑張るの岩、はいはいはい、岩獣の銃は拳銃の銃、はい、で岩獣王の王は王様の王と思いきや、でもね、桜の字、岩獣王、はい、また洒落てるね。すごい、そう、小学校6年生、小学校6年生、すごい、ね、でこの子がもらったあの商品というのは、ね、うん、米一票、素晴らしい、米一票、米一票、 JA 沖縄読谷支店賞でございました。素晴らしい、すごい、糸数桜さん、米一票約35キロぐらいになりますか、ね、やばいっすね、はい、すごい、はい、チュファー改めて大きくなってくださいね、うん、はあ、お父さんのように大きくなってください、はい、で最年長、最年長はですね、読谷村議会議長賞をもらいました、はい、急な清さん、清さん92歳、 92、 はい、え、もしかして自身をワンが一番でやったんですか？そうですね、確かにこう、私のおじいちゃんは私のおばあちゃんはとかっていうもので106歳とかあったんですよ。ただこの急な清さんは92歳で直筆の応募です、はい、自ら、はい、次戦他戦は問わないからね、直筆の応募なので、もうしっかりとね、おばあちゃんびっちりとこのアピール文を書いて、しかもこの方実は応募第1号なんですよ。あ、きよばあちゃん10月の前半に応募箱ではなく観光協会に郵送してきました。マジっすか、はい、すごい。どこの人なんですか？ザキミの方。ザキミンチョ、はい、ザキミンチョ。元わかりやすく言うと、うん、中華メドの秀樹のおば、あ、秀樹さんがなんかテレビ当たってた。だからあれは急な清さんの代わりに。そうなの？はい、受賞がありますから、清さん、いらしてくださいねって電話したら、ちょっとやっぱりね、ご高齢なので、あ、そうなんだ。お耳の方も遠くてですね、大きな声で言ったんですけども、素晴らしい。すごい。とりあえず、ありがとうございます。孫に生かしますって言った。それが、それがいい。鶴亀堂全財。孫に生かしますって言ったんですけど、秀樹だったんですね。その、孫へは連絡一切言ってないんだけど、僕らが、秀樹あんたたちオーバーでしょって言って。あ、そうなんだ。あんたが代わりに取って。へぇー。あ、そうなんだ。面白いね。すごい。まあ、その他にも私がちょっと気になったのが、はい、マグロ？マグロ、はい。一匹？はい。あれ、誰がさばくんだろうと思って。あれはですね、うん、マグロを一匹としてお渡しするのではなくて、一、はい、匹相当のマグロの刺身を。マジっすか？さばかれたやつを？ですので、これは、漁協の方から、そうか。後ほど目録を。へぇ、はい、そうなんだ。すげえ、あれいいなと思った、はい、はい、すごいですね今ね。だから家族で受け取りに行ったので、うん、マグロは、あの家族は今何して食べるって今いいね、家族会議中だそうです、あ、素晴らしい、はい、いいね、一家なんだんで美味しい食事が食べれるっていう、ジージーが受賞したのでお孫さんとかも一緒に上がってたでしょ。なるほどね、マグロが当たった方は、まあ、皆さん読谷の方ならご存知だと思いますけど、はいはい、嘉手納自動車学校向かいの食いしん坊のマスターです。へー、そうなんだ、はい、へえ、はい、見てわかる？食いしん坊わかります、はい、食いしん坊の横に緑のエコカーテンっていって樹木がこう壁びっしりに、あれが選ばれたわけです、はい、そうなんだ、はい、そうなんですね。食いしん坊、ちなみに敷地内にウサギが2匹いる。え、かわいいウサギ飼ってるあっち、うん、知らなかったです。マサヤプチ情報、そう、マサヤさんウサギ大好きだから。マサヤプチ情報ね。そう、ウサギ飼ってるあっち、食いしん坊で食事した後はウサギも見てくださいね。はい、見ます。あそこの弁当はね、おかずとご飯が別。うん、あ、マジ、ちょうどいいね。うん、
別。ミキ、この人からいろんな食の情報を聞いた方がいいよ。だからね、いっぱい知ってます。弁当も人気だし、僕はもう中の方で食べるのがおすすめなんですけどね。何が好き？食いしん坊。食いしん坊。僕はね、牛肉とタケノコと椎茸炒めってのがあるわけよ。地蔵。超いいね。俺も全く同じ。あれがたまん。全くいい。あれがたまんないけど、ご飯。いいよね。ご飯絶対おかわりする。そうなんですね。で、もうもう。あれトロトロよ。お店の人わかる？あ、来たら？地蔵さん今日何するねって。何するねって。あ、もうこれ、いつものって通るの？いつものっていうか、大体もうおかわりするの分かるから、大体もうご飯なくなった頃見ている。すげえ、VIP やし。すごいや。ピップだよ。ピップだよ。ミキはちなみに、出したのこの観光協会のワンが一番。わあ、いや、出してないですね。じゃあ、出してないけど、はい、ミキのなんかこれは自慢できる一番っていうのあったら。読谷村で。読谷村で。ミキのよ。ミキの中での。家族でもいいよ。じいちゃんばあちゃんとかでも。ここが好きでもいい。読谷村の、人が自分は一番なんか、やっぱ年齢を重ねると、すごい感じるようになりました。なんかあったかさっていうか、こんなみんながこんな親切っていうのが、そう、なんか声かけて、笑顔で答えてくれるところっていうのは、なんか当たり前に思ってたんですけど、なるほどね。なんかだんだん、これは当たり前じゃないなっていうのを感じるようになって。ミキ、今いくつか？今26です。26。すげえ、お前これをだんだん分かるような年になってきてるんだ。ですね。偉いね。ゆいちょん。はい。よう、あびとんの沖縄の魅力は島の方々そのものにあります。そうだと思います。そうだと思います。はい。地蔵ももう40になりました。はい。はい。はい、今年ね。40歳になりました。40歳。40歳。言い方変えれば可愛いってもんじゃないんだよ。40歳になりました。40歳になりました。ちなみにさ、私と地蔵さんがこういうに絡むのは、はい、地蔵のハーエゴンゴン以外ではなかなかないので、あ、そう、実は毎週土曜日の夜8時から、うん、なんちゃってスポーツ番組やっててさ、そう、やってますね、はい、スポーツ番組風のやつやってます、風やってるよ、やってるよ、ミキも今度参戦して、参戦します、ミキスポーツやってた？やってないです、やってない、エーサーやってない、エーサーやってエイサーやってた、うん、ハンジャエイサー。タカシップ。タカシップ。ハンジャに住みながらタカシップをやってんだ、この人。すいません。そうだよ。そっちか。というわけで、ね、午後2時から日本列島電話中継ということでお届けしてますけども、今はストップということで、地蔵さん、観光協会の東俊さんをゲストに、はい、入れてお送りしております。今埋めております。はい。ということで、一旦 CM 挟んで、ラストのコーナー、一緒にまたよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。一旦 CM です。
地団の。はい、ゴンゴン。はい。はい、もうダメ。はい、地蔵のハエゴンゴンをお送りしております。なんてね。はい。はい。正月、ね、うん、はい、新春特番、日本列島電話中継ということでお届けしてますけども、さあ、ここからは、電話をまた繋いでいこうと思っておりますよ。よろしいですか？はい。はい。じゃあ、早速呼んでみたいと思います。もしもーし。もしもし。あ、はい。こんにちは。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。はい。自己紹介お願いします。お願いします。はい。もしもーし。もしもーし。あ、聞こえますか？すいません。FM みたんの日が。名古屋市の若杉直美でございます。あ、若杉さん。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。ます。はい、こちらこそ。どうですか今、そちらは、晴れてますか？今日ですね。はい。今日は暖かくてですね、最高気温が10度ぐらいまでありましたよ。え、10度？ 10 度。10度。え、10度。最高気温10度って暑いんですか？暖かいですね。さーん。はいはい。こんにちは。はいはい。この前お世話になりました。こちらこそ、ありがとうございました。すごい、中日のね、絡みで、日上内さんと一緒にやってた。ね、昨日か昨日やったんだよ、そうそう、ね、1日ですよね。元旦に出ていただいて。おとついか。おとついです。すごい。直美さんね、うん、着物姿で素敵だったの。着物？着物。ね、直美さん着物着てたんだよね。そうなんですよ。ね、みゆきさん、電話中継でしょ。誰にもかかわらず着物を着てたんですけれども。私何でも知ってるの、直美さんのこと。今は、お二人で、店長ですか？すごい。あ、そうなんだ。そうそう。そしてね、直美さん面白いんだよ。今年の目標、教えてあげてください、直美さん。何すか？私はですね、なんと、今年の目標が、祭り屋台の、サメ釣りです。サメ釣り？何すかサメ釣りって。え、サメ釣りやったことないですか？サメを釣るんですよ。あ、そのままさ。なんか、え、すごいない。サメって釣るの？サメを釣るの？え、危険じゃないですか？それはですね、もしかしてこれ、沖縄にはないんですかね？まず沖縄にはないというか。もう今年はすでに、その、サメ釣りスポットを発見しましたので、あとはやるだけです。すごい見つけたんですね。リスナーさんからの情報によりまして、ラジオの岐阜県のすぐ横の愛知県にですね、あったんですよ。あったんですか？あったんですよって。で、すげえ、この間、比嘉さんに伺ったところによりますと、ジンベエザメに、そうそうそう、一緒に泳ぐ。触れ合える？うんうん。そうそう、あれが私やりたくてやりたくてすごく気になってて、ちょっと今度なる目標はジンベエザメと触れ合うに変えようかなと思ってます。若杉さんはサメマニアなんですか？サメ肌かもしれないです。サメ肌。すごい。サメを釣るってそう、すごいでしょ。いや本当にですね、うん、いやでも日賀さんに私のわけのわからない今年の目標を聞いたら、まさかサメと触れ合えるっていうのを、沖縄、これはやっぱり沖縄行かなかんわ。読谷、でも読谷の、港なんですよね。そうそうそう。伺いましたけど。富谷漁港。すごい。はい、ねえ、そんな近くまで行ってたのに、なんでそんな、サバイバルな体験をしなかったんだろうと思って。サバイバル？実際にでも動物と触れ合えるっていう、海中の中で動物と触れ合えるっていうのが、ここ沖縄、読谷村でできるので、ぜひ、ね、沖縄にいらした際には、触れ合っていただきたいと思いますよ。サメマニアの。ありがとうございます。はい。若杉さん。よろしくお願いします、はい。こちらこそよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ちなみに、今年は沖縄に来る予定は？ですね、はい。なかったんですけど、はい、ジンベエザメ触れ合いを聞いた瞬間から、ちょっと急に手帳を見るようになりました。なるほど。じゃあその際にはぜひ、FM ユーターにも来てください、ね。今年も、うん。二軍キャンプは読谷村で行われる予定ですか？はい、はい、そうです。あ、2月1日。よかったです。はい。2月。じゃあ、はい、やっぱり行かなきゃ。ぜひ、いらしてくださいね。はい、ぜひ来てください。はい、ありがとうございます。なんか本当に、はい、この名古屋とか東海地区以外でも、うん、ドラゴンズを応援してくださるエリアがあるっていうのは、はい、ドラゴンズファンとしてはすごく心強いです。なるほど。
こちらにもドラゴンズ大ファンの男性が一人入ってるんですけども、どうもこんにちは。若杉さん、はい、聞こえてないのかな。聞こえてます、聞こえてます、大丈夫ですよ。聞こえてます、男性の声聞こえます。そうです、はい、読谷村観光協会の比嘉と申します。私も比嘉です。そちらも比嘉さん、はい、はい、私も比嘉です。比嘉さんファミリーですね。お、はじめまして、はい、若杉です。どうも こんにちは。いつもお世話になってるんです、ありがとうございます、はい、サメと泳ぐ際はお声かけいただければ。本当ですか。そう、彼はね、サメ強調師なんで、富山で、富山で連れて行きます。2月とかでもなんか ある、はい、あるんですかね。はい、キャンプ中の冬の2月とかでもあるかもしれません、調べておきます。なんだよこれ。ありがとうございます。はい、はい、ぜひよろしくお願いしますね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあまた2月にお会いしましょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。いやーすげー、サメ釣りってなんですか。釣るんでしょ。サメ。サメって釣っていいの？いやー釣れるんだったらね。ただジンベエはね、人が釣る大きさじゃないから。そうだよね。うん、ミキなんかお前放心状態だってどう、お前。放心状態ですね。放心状態。状態。髪もするし。何か。どうした、何かひどいことされた。大丈夫です。大丈夫か。サメを釣るっていうのがちょっと想像してて。じゃあ後から勉強しようや、一緒にや。はい、うん、個人レッスンど。個人レッスンで。はい。ゆこさんも一緒に。じゃあもうラストの時間に近づいてるので、最後にじゃあ一人一人今年の抱負ミキからお願いします。はい、今年の抱負は、うん、去年から FM 読谷に入っているので、はい、まだまだ分からないこといっぱいあるんですが、うん、ちょっと1年の流れをちょっと身につけるように頑張っていきたいと思います。えらい、はい、そして観光協会の地蔵さん、はい、はい、よろしくお願いします。私は今年40になりましたので、うん、はい、節目の年を迎えました、はい、一人で、自分の身の回りのことはできるようになりたいです。いや40やったりやとっくにやれや。今からやりたいですってや、はい、はい、OK です。私も観光情報番組読谷ラジオという番組を毎日担当しているので、うん、もう観光、うん、この情報を伝える人間として、うん、さらに PR をしていこうと思っておりやりゃ長島やんば。なんでわけ喋ってるぞ長島やんば。今度はムムムやさね。はい、ミキ、こんな感じで毎週土曜夜8時地蔵杯高校やってるので、うん、聞いておミキ、はい、また聞きますね、はい、また聞きますね、はい、って言えば、なんかまた聞きます、はい、はい、ということでまた会いましょうということで、小泉今日頃また会いましょうが流れてます。なるほど、はい、ということで、うまくない、うまくない、わ、うん、かりました。じゃあ、5時からの番組もございますけども、5時からは安心安全、ゆいラジオ、うん、うん、年末に、うん、安心安全交通安全の募集したでしょ、はいはい、あれの抽選会、はいはい、当選した方のウリヒャイハズ家電製品、はい、マサヤが当たりますように、ミキも当たりますように、ミキもということで、5時からの FM ミタンもお楽しみください、はい、お届けしたのはマサヤとミキと地蔵やいびーたん、はい、それではまた。さよなら。さよなら。はい、どうも。